皆さんこんにちは。一日一城井上城ということで、今日は僕が普段やっている英会話レッスンの、体験版みたいな感じで、普段どんな感じでやってるかっていうのをアウトドアバージョンでお送りしたいと思います。普段はホワイトボードとか使ってもっとテンション高くやってるんですけど、何せ外なんでね、ウェイウェイウェイみたいなことやると何やってるんだねって、なりそうなので、ここはちょっと落ち着いて、カリフォルニアのね、ビーチというか、潮風を感じながらやっていこうと思います。行きましょう。今日はシンプルに、英語の挨拶ですね。教科書では教えてくれない、もしかしたら教えてくれるかもしれないけど、どっちなんだよ。いや、だけど現地でね、実際に、みんなが使っている挨拶をですね、シェアしていきたいと思います。まず最初に、話したいのは、よく教科書に出てくる How are you? I'm fine. Thank you. And you? ってあるじゃないですか、ね、How are you? どうですかつって、調子はどうですかつって、 I'm fine. 大丈夫です。Thank you. ありがとうございます。And you? そしてあなたはってね。これね、全然使えます。現地で。現地っていうのはその英語圏でね、アメリカを含むね、全然大丈夫です。なんかすげえ変な英語使ってるみたいな風には思われないし、割と丁寧だなみたいな感じさえあるかもしれませんね。ただ他の言い回しの方が少なくともカリフォルニアの場合は多いかもしれないですね。ロサンゼルスですね。はい、じゃあまずはドカン言うて、ドカン言うてね。まずカジュアルな友達とよく使うやつは SUP ですね。 SUP でございます。スタンドアップパドルじゃないですよ。今ね流行ってますよね、サーフボードのでっかいやつみたいな感じに、パドルオールで漕ぐみたいなやつね。それスタンドアップパドルで SUP って言ったりしますけど、それじゃなくて What's up の略ですね。 What's up っていうのは直訳しちゃうと何が上ってなっちゃうんですけど、こういうのはね直訳しないのが一番楽ですね。で、What's up を短くすると SUP になるんですよ。それで SUP と。これはね、チャットとかでもよく使いますし、普通に友達とどっかで待ち合わせて、会った時も SUP みたいな。こう顎がね、ちょっと上がるよね。SUP じゃないですよ。SUP じゃないんだけど、アインってないんですよ。SUP みたいな。でも、すごくさ、俺はタフだぜ、オーイエーみたいな人とか結構ね、SUP ってやったりするよね。人によってはサップも言わずに撤退する人いるね。いろいろあるんですけども、What's up ですね。本当にこれ分解すると What is up になるから、先ほども言ったように何が上になるんですけどね、その直訳してそういう意味ではないんだけどね、その伝えたいことは What's up っていうのはどうだいみたいな、どうだいってことですよ、何が起きてんだみたいな。何が起きてるって日本語の意味での今一体何が起きてるんだじゃなくて、どうよって感じですね。で、How are you は普通に使いますよね。How are you の言い方もいろいろあるんですけど、 How are you を Yeah になったり、する人いますね。 How are you? How are you?もうちょっと、カジュアルというか、どっちかっつうと、カウボーイ的なノリ少し出てくるよね。How are you? つったからってカウボーイだってわけじゃなくて、どっちかっていうとね、その風味が塩で言うところの2粒かかった感じかな。わかりにくいわ。だから別にその、めちゃめちゃウエスタンやんカウボーイやんっていうことじゃないんだけど、ちょっとこうなんていうのかな、弾んでくるっていうかさ、どうだいみたいな、その感じ。どうだいじゃなくてどうだいみたいな風に少し聞こえるかなと私は思います。How are you? つってね、感じでございます。あとよく使われるのが、How's it going? ですね。 How's it going? 訳すと、これもどうだいなんだけどね、調子どうだいっていうか、物事はどのように言ってるんだいってことですね。 How is it going? だから、How どのように is itgoing ね、言ってるみたいな、どう、物事はうまくいってるかいみたいな、うまくいってるかいっていうか、どういってるかいっていうね、日本語にしちゃうとあれってなるから、物事はどのように進んでるかいっていう感じになります。だから How's it going? みたいな、これ本当によく聞きます。普通に散歩してて、声かけること多いんですけど、アメリカって普通に、
まあ、いろいろありますよね、幅広く。はいつってあっちがはいつって通り過ぎて終わるパターンから、まあ、そこで Hello でも全然いいし、 Hey でもいいし、そこで How's it going? みたいな感じで、聞いてくる人多いですね。 How's it going? つって、まあ、答え方としては Good みたいな、もう普通に Good で済ませる方法もあるし、I'm good みたいな、 I am good って入れる方法もあるし、まあシンプルですね、うん、good みたいな、まあ言い方ですね。あとは good だとすごい態度悪いじゃないですか、だからそこで good みたいな、でそこで and you っつって、うん、あなたはってこう聞いてあげると、まあ、会話が成立しますよね、うん、聞かれたらこっちも聞き返すみたいな感じでね、であっちも同じような答えを、うん、言ってくると思いますから、でその How's it going? って物事はどのように進んでるんだいみたいな、どのように言ってるんだいっていう質問をされた時に、あの実際にね何が自分の人生で今起きてるかみたいなのを説明するとすげえ面倒くさがれるから、面倒くさがられるから、まあ僕は話さないっすね、うん、まあ、人によってはねすごく自分のこと話したいみたいな人もいると思うし、それで会話が広がったりもするかもだけど、まあ、基本的にはそのアメリカではどうだいってこう挨拶で聞いてきた時に自分のプライベートの話をするとすごく、まあ、表面上はあそうなんだって言ってくるかもしれないけど嫌がられる可能性が高いね。だから How's it going? って言ったら I'm good, thanks, and you? みたいな感じで、言いますね。でこの and you じゃなくて and yourself っていう人もいます、うん、あなた自身はっていう意味ですね。だからどうですか調子は、あいいですよ、うん、あなたはどうですかっていうのが and you で、 and yourself っていうとあなた自身はってなる、まあ、まあ、かなり、うーん、そうだな、 yourself はレアな部類に入りますね、うん、これね、あったかそうに見えてね結構寒いんですよ、うん、だ口がねちょっとブブブブブブってなっちゃう、うん、カリフォルニアもね、寒くなるんですよ、ロサンゼルスも。でどんぐらい寒くなるのか、そして雪は降るのかっていう動画をですね、高画質でこのように撮ったのでリンク入れときますんでチェックしてみてくださいね、うん、はい、だから、まあ、そんな感じになります。他にはですね、まあ How's things? って聞いてくる人もいますけどあんまいないかな。俺はそういうふうに声かけられたことはない、うん、物事はどうだいみたいな感じ、 How's things? でこれがまたね、州が変わると発音が変わったりするから Has things みたいになったりしますね。まあこれをボストンなまりっていう人とニューヨークなまりっていう人とまあ分かれるところですけど、まあ細かいことはいいんですよこのレッスンでは、うん、だそういう時も Has things って Good good みたいな、まあその時の Good の発音が Good じゃなくて Good みたいになるかもしれないね。あの CM あるじゃないですか、あの日本でも、もう最近流れてるか分かんないけど、あのなんだっけ、こう AG プラスだっけ、なんかあるじゃない、こう匂いのやつ、それでね、女性が出てきてクンクンクンってなんかね匂い嗅いでグォイドみたいな、うろ覚えなので実際そういう発音してたか分かんないけど、まあ、でもそういう発音の仕方する人もいると、グッドじゃなくてグォイドっていう人もいると、まあ、あのアメリカもいろんな、違うその、まあ、訛り方言みたいなのがあるので、まあ、それについてもね動画作ったことあるんで、もしよければチェックしてみてください、まあ、多分井上城英語方言とか訛りとか入れれば普通に出てくると思いますんで、アウトドアからお送りした、英会話レッスンですけども、僕が普段やっている英会話レッスンですね、詳細は joeinoe.com かもしくは こちらにあのリンク貼っておきますのでよろしくお願いします。それではまた次回お会いしましょう。井上城でした。バイバイ。